専門用語では歯科撤去物というそうでございますが、これをぜひ日本財団に頂戴したいと。そしてそれをまとめて、売却することによりまして得られた利益でもって、日本歯科医会さんと了解に達したプロジェクトについて、この資金を使っていきましょうというトゥースフェアリープロジェクト、小児がん、それから小児ホックス、この施設につきましては実はどういう事業をやろうかということの案をいくつか日本財団の笹川会長をはじめ皆様から提供をいただきましたけれども、その中で役員が全員一致でこれだって言ったのが実はこの2つだったんです。実際は小児のホスピス、申しますのは親よりも先に行かなければいけないような重い障害を持った子どもたちとか、それから例えば染色体の異常のあるような子ども、それから神経筋疾患の子どもたちとか、そういう子どもたちと親を支えるための施設です。7000坪ぐらいの土地を大磯に提供を受けまして、それで、そこにですね、宿泊と地域交流と教育研修と遊びと癒しのゾーンを作るというような計画で、現在着々と設備が整いつつあります。はじめまして、チャイルドケモハウス理事兼事務局長を務めております萩原雅美と申します。笹川会長、それから大久保会長をはじめ、プロジェクトの皆様のご尽力によりこの場を、いただきましたことをとても感謝しております。これは私たちが建設する小児がん専門施設、通称夢の病院の、夢の病院です。家族と24時間、できる限り共に過ごせるという環境を、設計しております。47キロ分、これまでに集まりました1億6500万円分の金属を、全て金だと仮定したときにこの量になりますということでございます。そしてですね、この元になる金属の方をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。その中身、ザラッとちょっとこのようなものをですね、溶かしまして不要なものを焼いたり、先ほど申しました、硝酸等々で、処分をしまして、このようなものに生まれ変わってまた再利用されると、こういった仕組みにもなってございます。